まず市長からご挨拶をさせていただきまして、続けて資料の説明を行います。質問は後ほどまとめてお受けいたしますので、ご協力をお願いいたします。それでは市長、お願いいたします。はい、それでは始めさせていただきます。よろしくお願いします。もう11月も半ばということで、今年も本当に残り1ヶ月半ぐらいとなりました。まずは何よりも発表入る前に新型コロナの件ですけれども、おかげさまで9月の25日から湖西市内では陽性者の発生がゼロというか起こっておりません。これも本当にさまざまなところでまだまだ感染症対策、市民の皆さんに続けていただいているおかげだというふうにありがたく思っています。これからですね、3回目の接種も始まっていきますけれども、現時点でも接種率に関しては1回目の接種が約 89% ぐらいと対象者についてですね、で2回目も 82% ぐらいまで上がってきて着実にやっております。また後で3回目の接種と12月からの一旦縮小というものもありますけれども、引き続き感染症対策をした上で市内のはじめイベントも徐々に再開もされていますんで、そういった日常がですね戻ってくることを期待をしているところです。また先月末ですね、10月の30日、豊田佐紀町の命日ということで、今年も、佐紀町の検証祭、取り行わさせていただきました。鷲津中学校と、あとは山口の佐吉記念館ということで、今回豊田昭夫社長もお見えになってですね、検証祭はもちろんですけれども、やはり来年の市政50周年のお話だとか、それをきっかけにというか、さらにそこからということで、将来に向けた、未来に向けたお話もできたので、またこれは改めてですね来年になろうかと思いますけれども、発表させていただきたいというふうに思っています。それではテーマ、今日いくつかありますので、中身に入らせていただきます。1枚をめくりいただくと、1番目の資料が3回目のワクチンの追加接種に関してです。これですね、もう報道等でもいただいてますけれども、国の方針がだんだん明らかになってきていますので、湖西市としても3回目の追加接種、だいたい体制が整ってきましたので、お知らせをさせていただきます。概要1番2番とありますけれども、1番の概要のところで、2回目の接種からだいたい8ヶ月経った方以降、8ヶ月以上経った方という形でですね、対象は2回目を終えた18歳以上、これもともとの今12歳以上の2回接種を行ってますけれども、国の方針でということで、今後またこれは変更があろうかというふうに思っています。だいたい約18歳以上となると5万人が湖西市内では対象になりますので、今回は2回ではなくて1回というか、追加の1回の接種ということを予定をしております。使用ワクチンに関しては 1,2 回目と同じ、また交互接種に関しては今国で検討いただいているところで、これもまた明らかになり次第かなというふうに思っております。接種会場に関しては今回は集団接種はですね、この市役所の隣の健康福祉センターおぼとの1会場と、あとは個別接種で浜名病院と豆クリニックにお願いをいたします。開始時期としてはですね、やはり一部の医療関係者の方が接種2回目の接種から8ヶ月後ということで、12月から開始をして、一般的にですね多くなるのは来年の2月ぐらいですね、65歳以上の市民の方々で3回目を希望される方というのは 来年の2月からになろうかと思いますので、だいたい年明けからですね接種券という形でお送りさせていただくことを予定をしています。で接種方法に関して2番目の少しこの2回目までのと変更点は65歳以上に関しましては、今まではコールセンターだとかインターネットでの予約をしていただいてたんですけれども、3回目の接種に関しましては接種日時と場所を指定をさせていただいて通知をさせていただくと。でそれに関してご都合が悪い方というのはですねコールセンターにご連絡をいただいて、日程を調整いただくという形で65歳以上は考えております。で64歳以下に関してはその後でまた引き続き順次接種をしていくわけですけれども、ここはこのやり方をですね65歳以上と同じにするかどうか、もしくはお仕事の関係もあるでしょうから、やはり3回目もご自身で予約いただく形にするかというのはこれから検討かなというふうに思っています。それが2番目の接種方法について前回からの変更点で、3番目裏面に行きますけれども、接種スケジュールは先ほど申し上げた通り12月から開始をして、だいたい65歳以上の市民の方々というのが 2月の6日ぐらいから開始を予定をしております。で、接種開始時期の目安が一覧表になっておりますので、またこれもご覧いただければというふうに思っています。で、その他のところで、クーポン券、接種券の、様式変更等々はありますけれども、大体もう3回目の予算に関しましては専決処分をさせていただいて議会に報告という予定になってますが、ちょうどほぼ1億ですね。正確に言うと1億15万7000円ということですけれども、約1億円の予算を専決をさせていただきました。また2回目をですね、例えば転居転勤とかがあろうかと思いますので、そういった方に関しましてはどこの市町村もそうですけれども VRS でどうしても追い切れない方々というのはですね、ご自身でご連絡をいただいて、接種券の申請を湖西市にしていただくと、多分転入してきた方で湖西市が VRS 情報を持ってない方というのはどこの市町村も同じかと思いますけれども、そういった形で3回目の接種等々が受けるようにしていく予定となっています。で、その下に参考としてですね、これは12月と1月に関しましては、今2回目の接種着実に進んでますけれども、石川さんのお話だとかなかなかずっとっていうのもですね、さすがにもう相当疲弊というかですね、全力でやっていただいてますので、12月と1月に関しましては集団接種会場の日時を縮小させていただきます。会場はおぼとで変わりませんけれども、それ以外の例えば浜野病院だとかそういうところでは12月1月は行わないということで、日程に関しても今まではですね水木土日っていう週4回ぐらいですけれども、12月と1月に関しましては水曜日土曜日と、ご覧いただいている時間帯にお願いをさせていただいて、対象に関しましては新たに12歳になった方とか対象者もだいぶ今は少なくなってきてはおりますので、この体制で12月1月を行って、で、本格的に3回目が始まるのは2月からという形で、また集団接種含めて個別接種にその2方式でやっていくということを予定をしております。新型コロナのワクチンについては以上です。2番目、1枚お送りいただくと、今度はですね、これも新型コロナ対策ではあるんですけれども、消費喚起、やはり飲食店ですね、サービス業が相当まだまだ厳しいというお声をいただいてますので、LINE によるクーポンで消費喚起をしようということを始めさせていただきます。一番上の点線の中にある通り、令和4年の2月にですね、このキャンペーンを予定しております。クーポン、これまでも LINE のテイクアウトだとか、先般は PayPay でもやらせていただきました。今回LINE のクーポンでですね、やった方が高齢者の方も使っている方多いということでですね、今回クーポンの種類を3種類、123番ある通り800円で300円引き、1000円で500円引き、2000円以上で1000円引きという形の3パターンを用意させていただいて、これ1人当たり3つ使うと1回につき1回ですけれども最大1800円割引が受けられると。で、これ基本的には店内の飲食とテイクアウトにさせていただきました。で、対象がですね下に書いてある通り取扱加盟店とありますけれども、基本的にはこの市内の飲食店となっています。食品衛生法のですね許可を受けたということで、大体統計では236ということですけれども、これまでにも休業要請での協力金だとかそういったところをやったときに、大体休業要請で来られたのが大体120件ぐらいということで、実像がそれぐらいなのかなというふうに思っています。というのは、やはり食品衛生法上の許可っていうのが、例えば会社の中の食堂だとかそういったところも受けているものですから、実態に飲食店として経営をしていると。いうお店としてやっているっていうのがですねさっき申し上げた休業要請で来た120件ぐらいなのかなと、もう少し多いぐらいかなというふうに思っています。それに加えて今回の該当としてですね要件として2番目のポスにある静岡県が今やっている富士の国の安全安心の認証制度というのがあって、でこれを認証いただいていることということをですね条件にさせていただいて、安心して店内で飲食してもらうということで、これが現時点での湖西市での今認証件数が68件ということですので、大体聞いてると市内の居酒屋だとかレストランとかそういったところをほぼほぼ申請いただいているのかなと思いますけれども、これがプラスアルファとしてこれからまだ認証取得してないところがあればプラスアルファとしてくるのかなというふうに思っています。この募集をですね、来月12月の1ヶ月間行いますので、ここでなるべく多くの飲食店に参加をいただいて、でクーポンは湖西市の LINE ですね、このよくお配りさせていただいているこの湖西市の公式 LINE から発信をさせていただきますので、これが来年の2月ということで予定をしていますので、ぜひ多くの方々に使っていただいて、また飲食店とか地域経済の活性化に生かしていけたらというふうに思っております。2番目に関しては以上です。3番目、ちょっとこれはコロナとは離れて昨年一度やりました湖西市の公共交通企業シャトルバースの実証実験、昨年に続けて2回目ということになります。今回ですね、昨年からの変更点を含めてお話しできればと思いますけれども、これは資料3のですね2番目のところかな、ポイントのところに書いてある通り、昨年やっぱり多かったのは電話でのコールセンターでの予約が多かったんですけれども、乗車予約は湖西市の今も申し上げた通り、この湖西市の公式 LINE の方からも予約ができるようにということで新たに設けさせていただきました。もちろん電話での予約も可能ですけれども、この湖西市の公式 LINE を窓口に予約いただけるとですね、2番目の丸にありますけれども、地域のお店とスーパーマーケットとかドラッグストアと連携をさせていただいて、例えば杏林堂さんなんかでですね割引のクーポンがこの LINE から予約するともらえますよといったことを予定をさせていただいております。また例えば杏林堂さんなんかではですね、これと連携をしてそこに、このバースを活用してお家の近くからお店に来ていただいて、そこで例えばメタボ検診だとかそういった検診を受けていただくと、このヘルスケアサービスをですね受けていただいて、また健康のアドバイスを受けられると、そういったですね付加価値をつけたサービスを今回提供していこうというふうに思っています。実施の中身はですね、下にある通り、協力企業は4社の企業のシャトルバス、マイクロバスを使わせていただいて、デンソー、浜名湖デンソー、ソニー、プライマース EV エナジー、この4社に運行をいただきます。で期間としては12月の6日から約3ヶ月間を予定をしております。地区としては昨年同様にですね、鷲津駅周辺、新所原駅周辺という形で、少しこれは下にも地図をつけておりますんで、ご確認いただければと思いますけれども、昨年はですねほとんど企業の前のところから駅前とかだったんですけれども、少し範囲を広げさせていただいて、もう少しその企業から地域住民の方々のですね、近くまで範囲を伸ばしたりですとか、お店の方まで行っていただくということで、住民の方々の利便性を向上させるということをですね企業の方々にもご協力をいただきまして、少し長めに運行をさせていただきました。それがですねこの別紙さんの方にも書いてありますのでご覧いただければと思いますけれども、ルートのところでですねこれ2年度、去年と今年の比較になってますけれども、企業シャトルバスの運行経路をルートに関しては市民の居住の地域まで延長するという形で、少しでもやはり路線バスっていうのはよく市内のこうちゃんバスでもご要望いただきますけれども、かなり停留所が遠いとかですねそういったお話をいただきますので、少しでも地域住民の方々の近くまで行けるという形でこの運行ができたらというふうに思っています。またこの令和3年度の右側をご覧いただければ書いてある通り、期間も少し延ばすと、12月から2月まで実証実験期間を延ばすということと、時刻設定も昨年は午後便ということでしたけれども、今年かなり買い物需要とかそういったことを生かそうということで、先ほどの杏林堂さんでのクーポンもそうですけれども、午前便を活用して、実証実験を行おうというふうに思っています。さらに去年の、実証実験のデータがありますので、それをさらに改良を加えてですねやっていこうと思っておりますので、別紙の1番と2番に関して、こういった予約の方法だとかバースのですね、運行表、時刻表等が載っていて、運行予定日なんかもですねこの緑の紙に書いてありますので、こういったものもですねご参照いただいて、ぜひこれからモニター募集を行っていきますので、多くの方にご登録いただいたり実証に参加をいただいて、我々もこれって中長期での実証実装に向けた取り組みですので、まずは多くの方にモニターとしてご乗車をいただいて改善を重ねていけたらというふうに思っています。それではあとは情報提供ですのでなるべく簡単にとは思いますけれども、めくりたて資料の4番目は高島山地区の津波避難タワー、これ完成しましたので今度見学会を地域住民の方々中心にさせていただきます。おかげさまでこれでですね、高島山の津波避難タワーの完成によって市内の津波避難の空白域が解消されました。もちろんこれからですね、次のステップとして命を守るところから財産も含めた防潮堤も含めたものをどうするかということが課題になっていますので、これは今地域の方々とこれからコストそれも含めてですね、どういったものを作るのか、どこまで作るのか、80億で作るのか160億かけて作るのかということをですね、今意見交換とかワークショップを始める準備をさせていただいております。続いて資料の5番目が、今度この市役所の隣のですね、市役所機能と複合化する新消防庁舎ということでパブリックコメントをさせていただきます。でこれは市役所機能の複合化ということで、新たな新消防庁舎だけではなくてですね、冒頭に書いてある通り災害対策本部、あとは防災センター、 DX 推進課のサーバー室、またここにちょっと書いてはいませんけれども、オンライン会議のブースだとかオンライン会議室みたいなものをですね併設して、市役所の機能と複合化した上で消防の、いわゆる消防防災センターですね、そういった複合的な施設を作るということでですね、今基本構想のパブリックコメントと説明会を地域ごとに行おうと思っております。次に資料の6番目、これは来年の50周年記念事業の一つとして生涯学習の講演会というものを開催をさせていただきます。で講師の方がですね、ちょうど今、春の選抜の甲子園も有力になってきたということで楽しみな、上村先生、実はというか浜松の監督とかですね、掛西とかで甲子園行ったということではご存知の方多いかもしれませんけれども、湖西市の新井町の湖西市民でいらっしゃいますので、今回もお引き受けいただきましてですね、これは、野球だけに限らずここに書いてある生涯学習の講演会ということで大勢の方々、家族とか親子で聞いていただくということを我々も期待をしています。下の方の対象者のところにですね書いてある通り中学生以上ということですので、もちろん定員等は新型コロナの状況次第でもありますけれども、なるべく多くの方々にご講演お聞きいただければというふうに思っています。最後が資料7番目、令和4年の湖西市の成人式です。これは今年やむを得ず年明けに新型コロナが相当感染者数が増えましたので、オンラインとさせていただきましたけれども、現時点では対面といいますか通常の成人式を行いたいと思っています。日にちは例年通り1月の9日、3連休の真ん中の日曜日ですね。で新型コロナ対策としては去年もこの予定でしたけれども、第1部と第2部地区ごとにですね分けて、密にならないということで、予定をしております。対象者はここに書いてある通りで今月下旬にはですねご案内を発送していただきますし、例えば実は今年自分の娘も成人なんですけれども、娘みたいに東京に行ってるとか湖西市から出て一人暮らしとか働いたり学校に行ってるっていう方々もこれはよくお問い合わせをいただくんですけれども、そういった方も参加できるような形でお問い合わせをいただければと思っております。また新型コロナ対策に関してはですねここに書いてある通りしっかりと行った上で、今年はぜひですね対面形式というかやっぱり一生に一度のことですのでぜひ開催をしたいなというふうに思っております。僕の方からは以上です。説明が終わりました。質問があればお願いいたします。はい、どうぞ。すみません、シャトルバースの方で2点ほどあるんですが、まずちょっと確認に近いんですが、地域の商店、ドラッグストアであったりとかっていうのの、クーポンとか、そういう特典がつくっていうのはその LINE を通じて予約するとなんかその配信されるみたいな感じ。はい。そうです、おっしゃる通りです。LINE を通じてこの湖西市公式 LINE から予約できるようにしますので、その予約によってクーポンが発行できるというか、これはさっきの来年2月に予定しているLINE クーポンと同じで画面を見せていただくとか方法はそういった形になろうかなと思います。で、続けてですけど、なんか乗り方教室っていうのが書いてあると思うんですけど、来週からやるんですか、これは。来週でしたっけですかね。準備期間があるので、はいはい、そこは運転手さんの準備期間だとか、あとはモニターとして登録いただいた方のですね、そこは両方準備期間みたいな形で、モニターの住民が乗るような感じってことですかね、この来週って。システムを含めてそういった形でやったというふうに記憶してます。はい、わかりました。じゃあ実際は、来月ってことですね。運行するのはそうですね。はい、はい。ちょっとやっぱり今回前回もそうでしたけれども、まあ実証実験とは言いながらやっぱりこう乗ったり降りたりっていうやり方で、普段は当然企業の方々だけを乗せてる運転手さんですので、モニターの方ももちろんですけれども、運転手さんだとか企業関係者の方々もそう、両方がトライアルをしながら実際運行していこうという形で、まあ、これも、まあ、試行期間というのか期間に含めてもいいのかもしれませんけれども、一応まあトライアルと、まあ、実証実験の本体という形に分けさせていただきます。はい、どうぞ。すみません、バースのことなんですけど、はい、このモニター登録ってそのやり方はどうすればいいんでしょうか。これは何でしたっけ、ごめんなさい。はい、いや、市役所にお問い合わせをいただくことを想定しております。電話でっていうことです。はい、じゃあ産業振興課に電話で問い合わせれば、はい、モニター登録の手続きができる。はい、また我々もいろんなところにですね、まあ、その登録していただけませんかというような営業活動を行わせていただきたいと思っていますので、老人クラブ等々回らせていただいてですね、そういった中でモニターを募っていこうと考えています。これって人数の目標みたいなのってあるんですか。必ずしも何人かよろしいですか。必ずしも何人以上っていうところを目標にしているわけではないんですけど、昨年実証実験のモニターは132人の登録がありました。それ以上を最低でも目指していきたいなというふうに思います。去年がやっぱり地域の方々にこう自治会だとか老人会とかもそうですけど、やっぱりそういった方々が免許返納後に実際に乗ることを想定しているので、また地元の方々にですね、今回も登録していただければなと思います。もちろんそれ以外の方々も歓迎しますけれども、はい、あとワクチンのことなんですけど、はい、今回はですね、3回目接種に関しては、新井の地域センターではやらないということでいいんですね。はい、集団接種の会場はもう応募とのみで、これ、医師会との調整の中でですね、はい、今回は集団接種は応募とのみという形で予定しています。そうするとまあ、日時を今後増やすことはあるかもしれないですけど、トータルで考えたときには会場1つ減らしている分、その1、2回目の時よりも縮小、接種環境としては縮小しているということでいいんでしょうか。縮小、まあそうですね、どうしても2回接種があったので、多少その期間は伸びるかもしれませんけれども、まあ、どれぐらい希望者で来られるかっていうことと、そこは相当、正直、医師会の方だとか、まあ、医師、看護師、薬剤師さんたちも、かなり休日占領してやっていただいてますので、それから無理のない範囲でですね、まあ、逆に言うと、1回目、2回目の頃のようにですね、もう早く早くみたいな、まあ、国を挙げてっていうか、そこまでではないと感じていますし、そこは医師会さんと調整しながらですね、計画的に打てるようにという形で進めていきたいと思っています。わかりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。この50周年記念事業の、はい、上村先生の講演は、はい、これは今度のその秋のいわゆる東海大会で選抜が濃厚になってきた前からいられてたんですか。だいぶ前からです、はい。まあ、今回ちょうどというとあれですけれども、ありがたいことに聖霊クリストさんがこれだけ東海大会でも活躍をしてくれましたので、もともと50周年事業の記念公演という形では前からお願いをしてました。これまで湖西市の各種講演会に上村先生は出たことあるんですか。記憶の限りではないですね。ちょっとこれ私も不勉強で驚いたんですけど、野球部の監督を務め、まあ、数々の甲子園の代表監督でありながら校長にも就任してるんですね。そうです、今精霊の校長先生ですね。はい、なんかちょっと日大のアメフト部のような監督を想像させるような、なんかその体育の先生とかなんですか、この三村先生って大した社会じゃなかったですか？社会なんですか？確か。はい。体育です。体育でしたっけ？あ、本当に。なんですか、例えば岡田とかそういう頃と一緒にやってたんですか、早稲田で。年代的にどうでしたっけ？上村さんは準硬式野球部だもんですから。準硬式野球部だったんですか？年齢的には岡田さんと一緒だと思うんですけど。準硬式野球部で。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうぞ。すみません、LINE クーポンの話なんですけど、以前の PayPay の時に、あの時はスーパーでの買い物も割引対象だったと思うんですけど、はい、商店、小さなその商店で使うよりも、はい、クックマートとか大きなスーパーで使われるその予算の分が多かったっていうふうに聞いたんですけども、はいはい、それはその反省があって今回はこの飲食店に限っているのか、なぜこれまでそのスーパー等にも割引対象してたのを今回は飲食店のみにしたのかっていうところを教えてください。前回のそのことも踏まえ、ペイペイの件でっていう、はい、そうですね、ペイペイの時に本当ならっていうか本来ならやっぱりいわゆる飲食、レストランとか居酒屋とかそういったところでの、まあ、宴会とまでは言いませんけれども、できれば店内飲食にこう使っていただいて、地域経済を活性化していこうという意図があったんですけれども、どうしても時期的にですね、まだまだ店内飲食とか宴会とかっていう世の中の雰囲気ではなかったというのがありますので、今回は、まあ、もちろんそんなに何て言うんでしょうね、どれぐらいの人数かっていうのはまたこれからの新型コロナの状況次第ではあると思いますけれども、できればこの富士の国の安全安心の認証制度を取ったところで、店内でも安心して飲食ができるところで飲食店に行っていただきたい、もちろんテイクアウトも含めてですけれども、なのでいわゆる今回はスーパーマーケットっていうのか小売店のパン屋さんとかではなくて、飲食店に対してなかなか10月のペイペイの時にはそこまで飲食店の法にっていうあれは消費が誘導できなかったものですから、それを補完する意味でというか、さらに飲食店に対して今回やりたいという思いで、こういった形をですね、商工会さんとも調査をさせていただきました。じゃあその大きなスーパーとかを外したっていうのは、やはりその時には十分行き届かなかった飲食店に支援をしたいという。はい、そこは今回は特に飲食店に、もちろん前回もそういうところを言っていただきたかったですけど、世の中の状況的にはやっぱりちょっとっていう状況でしたから、もちろんテイクアウトの方はご利用いただいたと聞いてますけれども、ぜひそういった飲食店向けに今回消費を喚起したいという思いはあります。わかりました。はい、どうぞ。これはクーポンに関連してですけど、はい、予算規模でいうとどんぐらいで、それぞれ多分割引があると思うんですけど、はい、何部ぐらい使えるようにする？予算規模としては1500万、1500、はい、ですね。何人分っていうのはクーポン3種類あって、はい、発行するってことですけど、なんて言うんでしょう、まあ何人使うかは我々も分かりませんけれども、1人当たりっていうか、この LINE クーポンもらった1人当たりでここにある最大1800円が利用できますので、だからそのアカウントに対して3つ分みたいなやつを配って、はい、で1回使ったら執行してっていうので、それをまあ 1800× まあ何人分みたいな感じで1500万円。もちろんそれが多いか少ないかはこれから分かりませんけど、はい、今のところあとは今で約18000人がこの LINE のアカウント登録されてますので、はい、まあ 100% 使えばちょっと計算できないですけど、1800円かける18000ということになりますけれども、だからまあそこの使用率とかを勘案してということですね。でこれ12月補正になるんですか？いえ、これはもう今までの経済対策分がありますので、特段の予算の補正とかは予定してません。もちろんものすごく増えたとか、補正する必要があれば今後ですけれども、現時点では今のこれまでにやった経済対策との予算の中で、やっていく予定です。わかりました。すみません。はい、どうぞ。ちなみにですけれども、クーポンですけど、800円以上から始めたのはなんかデータ的にあるんですか？データというよりも、やっぱりまずは飲食店での消費を考えたときに、例えばお昼ご飯ランチだとか、もちろんそれ以降の食べたり飲んだりすると1000円2000円いくでしょうし、なので、少し1食分でも1人でも活用できるし、さらに2人だとか何人かで食べたり飲んだりしたときにはこの2000円以上でしょうねというところから、このなんていうんでしょうね、800円1000円2000円っていうのは、そこはお店側っていうか商工会さんとかと調整しながら決めさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません。LINE のクーポンに関してなんですけど、前回の蘇生生の時には、小売への利用が多かったっていうことなんですよ。なんかそういう数字で分かるものってあります？まとまったのはまだもらってないですけど、確かになんていうんですかね、肌感覚っていうのか、ざっくりと聞いてる限りでやっぱり小売りのスーパーとかところが多かったかなっていうのを僕も聞いてるし、お店の方から聞いてると、あとは誰かのコラムでも見たかもしれませんけど個人のあれを9月30日まで緊急事態宣言が出したと言ったんですが、それも多分飲食店ではなくてそちらの方に流れてしまったんじゃないですか。で、PayPay から LINE に変えたっていうのは、先ほどおっしゃってたように、高齢の方でも PayPay より LINE を使っている方が多いからっていうことです。それもありますし、どちらでやってもっていうか、別にこれが PayPay 使いませんってわけでは決してないんですけれども、LINE の方ですね、今回、来年の2月から、少し5歳児の LINE 自体もですね、公式 LINE 自体もバージョンアップというか、それを予定してるもんですから、それの時期と合わせて、LINE クーポンという形を使わせていただきました。登録者を増やしたいからっていう、それもありますね。はい、いろんな、これってクーポンだけじゃなくて情報発信とかをさせていただいてますので、はい、ありがとうございます。そろそろ予定の時刻となりますので、以上をもちまして、質疑応答につきましては終了させていただきます。必要な確認の場合につきましては、担当部局の方へ直接お問い合わせいただきますようお願いいたします。それでは定例記者会見、本日につきましてはこれで終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。